小宮山さん、大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代、立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたか？バッター、大きな打球になった。ボールはそのままフェンスに直撃。バッターランナーは2塁。さあ、そしてバッターボックスには村上が入ります。さあ、得点圏には先制のランナーを置いています。まあ、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。さあ、2球目は何か。今のはよく見ましたね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。内へのスライダーはボールになります。バッターヒットになった。ホームに送球する。チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー3塁1塁。打席には3番バッター秋山。連打でチャンスを広げた場面となっています。いい形でつなげましたね。さあ、ファイターズ一打先制のチャンスです。次が2球目。打ちました。ファーストの横抜けました。一気にライトへ。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。そうですね。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。今のはよく見ましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。157キロ。インサイド打ち上げました。打球はセカンドランナースタートを切る。三塁へ送球する。バッターは5番バース。ファイターズこの回1点を入れています。さあ、先制に成功。なおもその点差を広げていこうかというところです。2球目は何で来るか。インサイド落ちました。ファウルになります。ここは最低でも犠牲ぐらいという場面ですね。ランナースタート切ってきません。豪快なスイング打ちました。タッチアップ、ホームに送球。サード初球は何で来るか。打ちました。松永一塁送球。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあ、これからファイターズが守備につきます。バッターは佐々木。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。初球は際どいところに来ました。ストライクです。155キロがいきなり出ました。外れてますか。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。低め、これは外れます。ボールですか。はい、ストレートわずかに外れてボール。打ちました。ショートうまくさばいてアウト。ワンアウトです。バッターは2番に入っている高橋。ダルビッシュ、まずは先頭バッターを打ち取っています。バッターワンバウンドヒットになりました。ワンアウトランナー1塁となりました。バッターは DH バース。ヒットでランナーを1塁に置いています。手を出してきません。そうですね、低めでゴロを打たせたいですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。西さん、このカウントでランナーがスタートするということはありますか。とりあえず1球を待つんじゃないですかね。ああ、そうですか。打ちました。これはセカンドライナー。バッターボックスは4番落合。2アウトになっています。インコース打ちました。いい当たり、高く上がった。レフトオーバー。バッターランナーは2塁と、ファイターズピッチャーが変わります。1打同点。いいコースだったんですけどね。膝元、変化球がわずかに外れています。
スに送っています。ストライクを取ってこれで追い込んだ。許しませんでした。2回になります。7番から始まるファイターズの攻撃、源田が打席に入ります。バッターは吉川。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。スピードボールを持っています。いいボールが行きましたね。3球目、引っ張った落合、一塁そのまま入ってアウト。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている古田。山本まずはセット、バッターボックスには代打のアブレイユ。山本まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、取りました。ツーアウトになりました。バッターは9番に入っている菊池。ツーアウトランナーありません。バッターボックスには代打の坂本。ツーアウトランナーありません。この回のファイターズ打線ですが4球でツーアウトになっています。まあ積極的に打っていく。打ちました、見事起用に応えました。ツーアウトランナー1塁、打順はトップに帰って一郎。いや先ほどは見事なツーベースでしたね。ここも狙っていってほしいですね。期待しましょう。ピットでランナーを1塁に置いています。改めてお聞きします、バッターボックスの一郎、どういうバッターなんでしょうか。まあそうですね、もうどこに投げても打たれる気がする嫌なバッターですね。なるほど、そうですか。インサイド落ちました、ファウルになります。引っ張った、弾き返した打球はライトへ。ここでファイターズ守備を変えてきました。オリックスバファローズ最後の攻撃になります。バッターは6番中村。ファイターズリードで迎える最終回です。枠をいっぱいに使ってきます。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。引っ張った、ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。バッターは7番に入っている坂倉。ヒットでランナーを一塁に置いています。内から入りました。初球からツーシームを投げてきましたね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。惜しいですね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。それで追い込みました。まあ、次はボールでもいいわけですから、インコースの食い込んでいくボールが思い切って投げ込めるかですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。外れてますか。完璧なボールでしたけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール。ピッチャーライナーです。バッターボックス外崎、ワンアウトになっています。バッターボックスには代打の村上。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ、そうですね、リードはしてますけど、ここで点を取られると流れが変わってくるかもしれませんからね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。さあ2球目は何か。インサイド落ちました、切れました。ファールボール。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。警察狙い、インコースに攻めてきました。落ちる球を持ってきました。さあ5球目は何か。インコース打ちました、いい当たり。ここもファールです。ファイターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのが落ちました、切りました。ファールボールです。3ボール2ストライク、フルカウントです。
インコースファウル。ここはもう調子のいいボールを思い切って投げ込むだけですね。なるほど、そうですか。際どいが、あっとフォアボールです。一二塁間破った、ホームへ、ライト前ヒット、サヨナラのランナーも出してしまいました。さあ、そして打席には佐々木が入っています。怖いバッターが続きますね。さあ、なおもピンチの場面で満塁となっています。まあ、ここでリードを守ることが重要になってきますから、踏ん張りどころでしょうね。なるほど、そうでしょう。打った、ワンバウンドヒットになった、バックホームする、セカンドランナー。変化球打った、ファースト取った、二塁アウト、ダブルプレイ、チェンジです。これから3回ファイターズの攻撃です。そして迎えるバッターは DH 村上。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ファイターズ同点で迎える最後の攻撃です。初球は何から入ってくるか。まずはインコース。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ、何を狙っていくか。おっと、どうだ、切りました、ファウルボール。これが4球目。ファースト掴んでワンアウト、ワンアウトランナー二塁一塁。さあ、そしてバッターボックスには秋山が入ります。いい場面でいいバッターが続きますね。さあ、ワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、この回で勝ち越しておければ非常に有利になりますので、集中したいですね。なるほど、そうですね。3球目は何で来るか。追い込まれました。まあ、次はボール気味に来るでしょうね。外に逃げるボールを引く、あっと、ボールを拾って一塁アウト。しかし、これは進塁打になりました。さあ、そして打席には吉田が入っています。ここは高打順ですから勝負どころですよ。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。まあ、今度はしっかりつないで勝ち越しておきたいですね。なるほど、そうですよね。もう一回インローに持ってきました。審判の手は上がらない、ボール、わずかに外れています。センターへ、ここはフライになっています。掴んで3アウト、勝ち越すことはできませんでした。3回の裏に入ります。オリックスバファローズ、打順よくこの回はクリーンアップから始まります。さあ、ここで迎えるバッターは DH バース。先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。いや、しっかり捉えたいい打球でしたから、ええ、ここは慎重に行った方がいいと思う。いい当たり、サヨナラなるか、入った。